今日人吉坂本災害支援ハブセンターさんに人吉豪雨被災者支援ボンジョーチンを5機それとお仏壇を3機お届けいたします。ハブセンターさん、ちょっとお待ちくださいませ。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田浩紀でございます。今ですね、7月の19日月曜日、5月の5時42分の朝動画でございます。今日はすがすがしい朝でございます。今日ですね、実は八代坂本災害支援ハブセンターさんにですね、ボンジョーチン、支援ボンジョーチンのご依頼が5機ございました。人吉豪雨被災者様に配ってください。これをお届けいたします。それとこちらのお仏壇、こちらにありますね、支援のお仏壇がございます。これを3機ですね。はい、それとですね、仏具も、実はですね、仏具もちょっとつけてるんですよ。こうやってですね、これと花瓶ですね、それとお香炉、これろうそく立て、これを必ずセットにして、まあこういう感じでですね、こういう感じで一緒にお届けいたします。ですから言ってくださいね、どんどんお届けしますね。あとですね、こういう感じで、すいません、カタログだけちょっと入れさせてもらっております。何か ご依頼がございましたときはということでですね、カタログをですね、こういう形で入れさせてもらっております。これもすいません、ハブさん、被災者様に配ってくださいませ。まあそういうことでですね、どんどん言ってください。はい、もうお届けいたします。人吉豪雨被災者支援仏壇盆上地無償提供、八代坂本災害支援ハブセンターさんに、仏壇を3機、盆上地支援盆上地を5機お届けいたします。それとですね、すごいですね、やっぱ社会福祉協議会人吉の 社協さんですね、盆上地は24機ご注文ご依頼いただいております。ちょっと待ってください。今週末から来週初めにお申します。と、支援仏壇が1機ですね。と、盆上地24機。任せてください。今、発注してますけんが、岐阜の方から送ってきますけんですね。あと、お盆まで1ヶ月でございます。あと、お盆まで1ヶ月ですね。電話ください。当店でもいいですし、人吉シルバー人材センター様、人吉社会福祉協議会様、八代シルバー人材センター様、八代坂本災害支援ハブセンター様、それと当店ですね、当店、はい、096-329-0224、こちらにお電話ください。生涯無休、24時間電話受付でですね、やっぱですね、もう当店が今まで営業できたのもですね、熊本県民のお客様の皆様のおかげでございます。もう私たちもご飯も食べさせてもらいました。ですからもうお仏壇盆上鎮でですね、今度はご恩返しという形でですね、頑張っておりますので、どうぞどうぞお電話ください。よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は天、お祈り申し上げます。